井ノ原さん、西武園オールスターの決勝の走りがこう関東であって、はい、もう何年前かな、井ノ原さんがその脇役になりたいといった言葉が徐々にもしかしたら本当になるんじゃないかという時期が来ましたけど、いやもうすごくいいことだと思います、はい、その拓也さんや増地さんの走りを見ててやっぱり感じるものはありました？いやもうああいう風にあのレースに取り組む姿勢というか、ああいう形で走ってくれる気持ちがどんどん芽生えてきてくれると、もう本当にあの安心してあの後ろを守れますで決勝後の決勝前の感情なのかな、いわゆる吉田拓也がそのなんか元に戻ってきてくれたのが嬉しいみたいなコメントが来てて、 それを知ってるのはやっぱり、ね、平田さんだろうと思うし、はい、そうですね、まあ、本当にそれが素直な感想です。ちょっとやっぱり S 班のプレッシャーだったりなんかこう迷走というか、はい、悩んでるかなっていうのも感じてましたし、まあそうですね、まあ通る道だとは思うんですけど、まあ、それをちゃんと先輩としてまあアドバイスしてあげれたのが良、かったのかなとは、まあ結果的には、はい、で決勝の並びの時に拓也さんが前で頑張りたいということを言われて、あ、そうです、はい、はい、でおっという感じがあったんですか？あ、そうですね、みんなおって感じがあったと思うんですけど、はい、ちょっとねその増地さんの優勝があって、はい、よしここからもう一回関東でっていうのがすごく出てきたと思いますし、やっぱし力を合わせれば、戦えるっていう、それだけの、まあ、戦力はしっかりあると思うので、そういう意思を統一して士気を上げていきたいないいと思います。立川記念はね冬にいつもグランプリ後の強行日程を戦ってきたイメージありますよ、夏の立川記念も。そうですね、冬のあの風の強い重たい雰囲気とも真逆だと思うんで、まあそんな中頑張れればいいなと思います、はい、すぐまた増地さんとの連携なので楽しみに、はい、頑張ります、はい、復活して、そうですね、はい、自分は自分で精一杯です、はい、今年もグランプリここなので大逆転のまあそこはそんなに高望みせず一戦一戦自分らしく走れるように、自分の体を戻していければと思います。わかりました、みんなで応援しています、はい、頑張りますありがとうございました。